映画の席どこで見るのが正解なの？足を伸ばせるから。そうだな、靴を脱いで見られる。右と左どっちに座るかって、これ明確な理由があった。みんな映画の席の正解が決定しました。決定するんですか？ついに、はい、あの長年無理だと言われていた、長年のみんなを悩ませ続けた映画の席どこで見るのが正解なの？マジで決まんないからな、はい、ちなみに2人どこで見ますか？まあ、一般的な映画の場合。はいはいはい、うん、もう行っちゃっていいの？いいよいいよ。 M の10番あたりだね。 M の10番。何を言ってんの？この辺だねこの辺。ここが正解だと思う？俺いつもその辺撮るよ。意味がわかんないわ行けないどこよ、池田どこ。俺も完全に H の8だね。 H の 8? うん、なんで8なの？あとなんで7じゃないの？俺が8を取れば7には誰も来ない。俺もそう、俺もそう。だから俺もここを取ればここには来ないだろうっていう。2個開けて大丈夫じゃん、池田。2個までいけんだ。2個までいけるじゃあ9にしちゃおうか。8通路でいいじゃん。だって席がなんであってほしいって。ちょっと真ん中でやりたいな、ちょっとやっぱり真ん中に寄りたい。あ、一番端材なんだ。とはいえ隣にもいてほしくないんだよ。そうそうそう、はいはいはい。まあ、ちなみに僕はここです。プレミアムシート。そこ見てなかったな。あ、でも俺使ったことないわ、マジで。ないな。いや、使ってみてめちゃくちゃいいから。東方シネマとかにあるやつだよね。あるある。あ、僕はもう全財産1万円の時に4000円のシート座ってた。あ、ほんとに。マジでお金の使い方下手すぎる。誰が、総資産の 40% で座ってる予想しただろ、お前。同じ座ってるやつら。東方びっくりだ。びっくりだよ。ミールクーポンとかついてるから、意外とお得なのよ。実質ね、800円。100円増しぐらい。そんなもん。あ、そうなんだ。でもとりあえず席が広いね。置く場所がでかいし、ふかふかだし、うん、まあ、一番いい席ですからね。ちなみにそのなんか女の子と見に行った場合さ、席の距離感的にはどうなの？ああ、ちょっと離れちゃうかもね。ああ、なるほど。そうなんだ。なんかそんなくっつきたいの？いや、わかんないけど。やっぱいいシーンの時に手とか握りてえの？やったことないよ。やったことない。やるシーンとかで手とか握りやるわけないし。意外とやるんだろうね。まあちょっと今回ね、ツイッターでおませちゃんブラザーズファンにですね、映画の席どこで座りますか、その理由をちょっと聞きまして。なるほど。結構たくさんの回答を得られまして、それをもう集めました。やっぱカルチャー好きの意見たちを集結させまして、正解は決定しました。今夜決定するんですね。はい。ただ結論から言うと、うん、万人の正解はないね。は？なんだって？あの、絶対誰でもここっていうのはない。あ、でもこういう人はここ、こういう人はここみたいな。これは正解がある。あ、いいね。こういう人はここです。いいねいいねいいね。まずじゃあ圧倒的人気、はいはい、丸いところ、うん、それでもね 20% ぐらいです。なるほど、うん、それが H の15、16です。あー、まあまあ真ん中ここですね。前が空いてるやつね。そう、その通り、うん、もう圧倒的に答えよかったら足を伸ばせるから。そうだな、靴を脱いで見られる、ね、靴脱ぐけどな俺。 M の10番でも M の10番、まあ俺も脱いちゃうけどね。あ、まあなんかちょっと気にしちゃうんじゃない、わかんないけど癖で足がまあそういう人が多くて、 あとですね、手が低めなので前の席にアフロがいても大丈夫。なるほど。前の席に邪魔されない、うん、空間があるからね、うん、っていうところですね。あとちょっと珍しい理由としては、プレミアムシートに座れない劣等感からプレミアシートに座れる人を視界に入れたくないありました、ね、なるほど。とりあえずこの J よりは前でやりたいM の10から見えますからね。確かにそう、金持ちの行動が。いろいろその人なんか間違った選択しそうだな人生において。そうだね、しかも真ん中だと。うん、なるほど。ここがいいですね。ここも圧倒的に人気でしたね。で次がね、意外だった。次の人気どこだと思う？この4席とか、こっち側の。ああ、はい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 、こっち側系、はいはいはい。そこもちょっと後で説明しますが、違います。あ、違うの。はい、これはね、ちょっと考えれば分かるかもしれないけど、これ正解はね P1516 なんです。使ったことないわ。はい、これ今さ、前がいなくて気にならない楽って人いたでしょ。後ろに誰もいないから楽って人が多いよね。なるほどね。後ろに誰もいなくて気持ち的に安心感がある。後ろの人を気にする必要なくて楽っていう感じ。後ろ気になりがちな人はもうここ。あ、俺はそっちの方が分かるわ。そっちの気持ちから見られるのが嫌だと。ああ、もうあるね。あと後ろでなんかもうセンスなこと言ったやついるだろ、映画見てる時に。確かにな。俺このブラックで笑えます。ああ、もう最悪。ブラック系でよくあるんだよ。そう、それ一本台無しになるからね。もう
それがまあなえさそうっていう理由です。なるほどね。いやそこはまだわかるわ。でもなんか意外と使ったことなかったな。うん、俺も結構ねここ好き、うん、あと俺は視界が狭いから、うん、あんまり顔を動かしたくないのよ。だからかなり後ろの方で見たいの。なるほどね。わ、うん、かんなくなっちゃう。字幕とか特にあると、うん、目線の移動が激しいじゃん、うん、字幕あると。ああなるほどね。そうそう、ああ確かに。それを最小限にしたいって、後ろの方で。なるほど。あとまあ、 子供の多そうな映画を見るときに、うん、蹴られないっていう。へー、やっぱ子供は子供ちょっと蹴っちゃうみたいなね。ノーキッキング、ノーキッキングは聞いてねえあいつら。そういう配慮というか、防衛術的なものがありましたね。で同じ理由で G15-16 の人たちも言ってました。あーなるほど。後ろになんもないで前目で見たいんだけど後ろなんもないのがいいですって人は G の。でですね、ちょっと戻るけど、うん、この後ろの人たちは音にこだわる人たちが多かったね。 あのね音響がいいらしい。なんかね、映画館の PA さんってこの後ろの席の真ん中ら辺で音調節してるって、うん、なんかシネコン勤めの先輩が言ってたんでここにしてますね。なるほどね。そうなんだ。ですね、音響効果を求めて結構ここら辺になる人は多いらしいですね。っていう説とプレミアシートを基準に考えられてんじゃねえかみたいな説もあるけど、プレミアシートっぽいけどな、うん、なんかね、うん、これ今はっぽいけど、うん、分かりません。でもプラシーボかもしれないですけど、うん、でも俺狭い劇場だったらもう一番後ろ、ミニシアター系だったら一番後ろが一番。あ、そう、まあ、いいよね。ああミニシアター系は、ミニシアター俺逆に一番前ぐらいもう、ほんと、うん、俺が独占してるみたいな気持ちになれる。逆だろ、後ろからの方が独占してるマジ。そうだよ。そうか。この2人逆よ。変化は映画の席で、映画の席変化してつるの。絶対俺の席取んないで、これから一緒に。で、こっから結構票がばらけてきてですね、はいはいはい、かなり好みになってきた、うん、やっぱり良かったこの席。僕は絶対座んないです、この席。C の15-16。ここ。いやー、そこはないな。真ん中は迫力ある。3D 映画は前列こそ 3D の意味がある。そうなんだ。言ってる。もう映画館前に行けば行くほど得すると思ってるぜ。いるじゃん。いやー。たまにいるじゃん。もう入ってきてさ、いるじゃん。ここら辺の人。何人か。いるかもね。そう。嫌いじゃないで、俺、この人たち。なんか、子供の心がまだあるっていうか、なんか、わー、映画好きなんだなって、ちょっと熱くなるよね。ただ自分では撮らない、ね。そう、首がマジで疲れる。首がどうなってんの、本当にそう。IMAX とか見よう日ならだよ。やばいな。IMAX はきついけど。絶対無理だよな、うんうんうん。で、あとね、前方って結構かそりがちだから、うん、こう席独占できるとか、それもあるよっていうのもあったね。確かに。なんか広々なんかリラックスして使ってるみたいな、前方は。で、さあ、次はですね、うん、聞けば納得の理由があった、はい、隠れ人気スポットですね。それが、Q-6-26H-6-26。ここです。この4地方ですね。これ理由が、トイレに行きやすいっていう。なるほどなるほど、うん、確かに動きやすい完全通路側ねっていう頻尿勢から愛される席です、うんうん、でこれ奥深いんだよ。これね、トイレに行くわけじゃないんだ。トイレに行けるっていう安心感があるからこそ映画に集中できるの。ああそれわかるわ。わかる。俺お腹弱いからわかるよ。いつでも俺はトイレに行けるんだ、大丈夫だ、真ん中とか座っちゃってすいません、ああそうだから、どうしようどうしようどうしようっていうので集中力がそうだよね、散漫になっちゃう。わかるわかる。もうここなら行こうと思えば行けんぞ。なるほど。っていうので没入できる。なるほど。その気になったら俺は行けんだぞ。そうそう、まあ単純にトイレいっぱい行く人も座ります。でそれだけじゃなくて、まあ知らない人に両側挟まれるのが落ち着かないって人もいるんですね。両側は特にね、攻めて片側、そうだ ね、 そうだね、特にこことかね、 H の前、まあ、片方座ってたらさすがに座ってこないよ。あわざわざ6埋まってて5埋めるやつないよ。そうだね、相当パンパンじゃないけどね。まあやっぱり集中力切り出されたくないだったりとか、あと後から入ってくるやつに集中力切り出されたくないってやつ、ね、たまにいるじゃん。まあ俺とか休みなんだけど多分。いやだから俺もだから端っこ目なのよ絶対。パルとしては、ね、そう真ん中の方は嫌なのよ。それが嫌なんだよ、ね、そう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 、それが嫌なの俺も。あれって結構どっちとも不幸だからね、うん、そう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 、それを防ぐっていう意味でもここら辺ですね。なるほどな、うん、という結構聞けば分かるよって感じじゃない。そうだね、うん、で次は姑息な人が選ぶ席があって、それが I-15-16L-15-16 ですね。これはプレミアシートを基準に音響を設計してるだろうと思ってる人たちが、お金は払いたくないけど近い席がいいっていう、プレミアシート個人で
が含まれてます。ここには注意してください。なるほど。今度が映画館に行ってこの席プレミアシート小敷があって思ってください。音響では金は払いたくない恩恵を得られるのか。そこ実はそう音いいんじゃねえかっていうね。まあ実際そんな変わんないだろうしな。いいと思いますよ、ここら辺はね。なるほど。ってやつですね。という感じで、あとね面白かったのはですね、さっきさ通路側がいいって言ったこの四方のやつ、これさ右と左どっちに座るかって明確な理由があった。みんなわかる？出口じゃない？いや、まあ、出口だったりするけど、その他にね2つ理由があるんですよ。効き目みたいなこと。正解。あるよ。1つは効き目です。効き目、効き目が右の人はこっちで、こっちなんだね、見やすいっていうのがね。効き目左の人は右側に座って見やすいっていう、効き目っていうのがあるんですよ。皆さんこれ知ってた？これチェックの仕方ちょっとやってみる？おー、やりたい。チェックの仕方、まずじゃあ皆さん腕を伸ばして三角形を作ってください。こういう感じで、はい。で動画見て皆さん僕の顔をじゃあその三角形の中に入れてください。両目開けてね、ぴったり挟んでください。はい、それでまず左目つぶってみてください。入ってる。で右目つぶってみてください。いない。どっちかいないでしょ。うん、入ってる方が効き目です。入ってる時に開けてる目が効き目です。あ、そうか。お、右だ。そうか。そしたら右目が効き目なら左に座った方がいいね。そうか、そういうことか。おそらく、うん、っていう効き目と、あと疲れた時にどっちに体を傾けたいかとか。あ、それ考えたことなかった。新しい。それこれやっぱ癖があるの、人によって。ありそうだね。意外と知らないでしょ自分でも。多分こうだからこっちか。右に傾けたい場合はこの左の通路に何もないとこに座って右にこう体を預けると、まあ迷惑ならずに思いっきり傾けられます。逆も。なるほどね。へえ、それ考えたこと。この効き目とどっちに自分を持たれたがるのかっていうのを知っとくと、まあ映画がより楽しく見れるのかなと。なるほどね。感じですね。という感じです。いや、思った以上にいろいろあんな、ね、奥が深い。やっぱね、答え出てないだけあって。そうだね。だから絶妙な、だからさっきの矢崎の M10 みたいに、何の理由なのか分かんないけど、こうなってるみたいな人もいるし、まあいろんな席座ってみたらいいんじゃないですか。頻尿税とか、低尿の時期とか。それはそうだね、プレミアムボックスに座ってみようと思ったわ。シンプルに終わったわ。シンプルに。ああ、そうか。正解が、あ、民度が高い。あと、あ、それもあるかも。なんかね、こそこそ話したりとかしなそうだなっていうのもあるかも。単純に興味遠いしね。入り込みたい人たちが入る座るとこだもんな。そうそうそう、っていう感じでおすすめです。俺ちょっと小敷になろうかな。小敷ね。LI の。LI 行こうかな。さあ、これでもう迷わないですね。そうだね。お早めの予約をして好きな席に座ってください。この動画は最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォロー、ぜひよろしくお願いします。本田映画館あるある。映画見終わった後にパッと電気ついて、なんか感想みたいに言ったやつの一言目全部ゴミがち。そう、それはそう。本当にセンスねえこと言うのよ、絶対に。うん、それは早いんだよな。そうなんだよ。